それ。いらっしゃいませ。一品揃いですよ。いいんですね。ありがとうございます。いいんですね。ありがとうございます。よろしいですか。ありがとうございます。いいんですね。かしこまりました。よろしいですか。かしこまりました。また来てください。てちゃいそう。我は鳴神なり。三日月がよろめいてるぞ。せいや。大丈夫か。いいよ。燃やしちゃうよ。耐えろ、三日月。よっしゃ。助かる。悪いな。俺の兄弟。もう死ぬな。いっぱい溜まった。寝てる場合じゃねえぞ。寝てる場合じゃねえぞ。これの出番だな。キラキラするね。三日月が大変だ。よっしょ。お一人大丈夫か。しびれるように。おいら兄弟。こう切ってやったな。蹴散らす。チー、しっかりしろ。チー、よし、畳みかけろ。チーが倒れてる。労働の時間だ。俺のターンだ。弾んでもらうぜ。出会った。さすが俺。いい調子ですわ。ける？行きますわよ。さらん。霊玉全開。ビリビリするかも。おいでなさい。凍えろ。オシトルがやばい。さらに無茶するな。使っておこう。申し訳ありません。大丈夫か。癒しを。ありがとう。悪いな。耐えろ。チーザッ冷やさねば。目が悪そうだ。やばい、マジやばい。我はなる神なり。お一人の具合が悪そうだ。おいでなさい。大技いけるよ。もう大丈夫。すまん。おひが大変だ。やったぞ。手応えを感じる。気持ちの切り替えは大事。いっぱい溜まった。片付けますわよ。ビリビリするかも。湧き上がる活力よ。悪いな。凍えろ。精進あるのみ。よし、凍えろ。全然来たよ。ビリビリするかも。いくよー。すぐ勝てちゃいそう。奮起する時だ。驚け雷鳴、いかがかしら。大技いけるよ。しびれるよ。遅れは取らん。絶好調だよ。いくよー。いくよー。それ、パパッとやっつけちゃおう。凍えろ。我はなる神なり。甘い。オスターがよろめいてるぞ。ここをこうして。大丈夫かミカチ。いかがかしら。よろめいてるぞ。凍えろ。守りを固めておくか。ザッ、もう大丈夫。はっ、ええーご覧あそばせ。張り切っていってよ。入る。見ていかれます。品質は保証します。いいですね。商談性いいですね。いい商いでした。よろしいですか？いい商いでした。取り消せませんよ。承りました。旅のご無事を。時間をかけてはおられんな。しびれるよ。凍えろ。最新よく飛びなさい。もっと強いやつがいる。雷神よ来たれ。凍えろ。大技いけるよ。しびれるよ。押してまいる。ほらまいる。霊玉全開。はっ。霊玉全開。隙見っけ。荒木だ。今日は遠出しちゃう？行くぞ。凍えろ。霊玉全開。燃やしちゃうよ。何かな何かな。それ。いざ尋常に。凍えろ。こういうの得意だよ。さてし合おうぞ。凍えろ。驚け雷鳴。2倍溜まった。私成長したかも。働かざる者なんとかってな。蹴散らしてやるか。でかいのいっとくか。我はなる神なり。本気出していい？しびれるよ。うわあ。おいでなさい。よし、凍えろ。驚け雷鳴。大技いけるよ。もう大丈夫。足らんな。それ。ますわよ。奮起する時だ。さあ、霊玉全開。ビリビリするかも。入る。良い戦だった。高まりを感じますわ。さて、し合おうぞ。凍えろ。ぐんぐん来たよ。ヘイヘイ、敵さんよろめいてる。いかがかしら。ご覧遊ばせ。中が気になる。しゃあ凍えろ。よろめいてるぞ。凍えろ。霊玉全開。熱いよ。やった勝った。この感じ悪くはない。いざ尋常に。はあ、ぐんぐん来たよ。10倍完了なんてね。まだ気を抜くなよ。いくよ。凍えろ。耐えてごらんあそばせ。大技いけるよ。燃やしちゃうよ。頑張れチー。入る。頑張れチー。全開。もう大丈夫。砕きますわ。ヘイヘイ、敵さんよろめいてる。やったぞ。面白い話題を考えるのって。気になる。それ。それ。いくよ。よっきたれ。凍えろ。霊玉全開。燃やしちゃうよ。いかがかしら。一気に突き崩せ。よろめいてやがるぞ。良い戦だった。いくよ。行きますわよ。いっぱい溜まった。ビリビリするかも。よろめいてやがるぞ。いかがかしら。本気出していい？燃やしちゃうよ。が進んで、覚悟しろ。奮起する時だ。地位の具合が悪そうだ。いかがかしら。生きた。よろめいてるぞ。内心よきたれ。凍えろ。おお、当たらん。霊玉全開。しびれるよ。敵さんよろめいてる。湧き上がる活力。これでまたやれる。おお、よろめいてやがるぞ。止め。いや。うん、どうだ。ここらで一つハートフルな春ラジオでもかけてやろうか。おととい来い。我はなる神なり。凍えろ。本気出していい？ビリビリするかも。癒しを。まっすぐ進んでパッと行ってドッカーン。そこ。余裕余裕。とっておき。てご覧遊ばせ。固めておくか。先は長いな。いざ順調に。さらば。なんだか楽しいね。行くぞ、行くぞ。大技いけるよ。よろめいてやがるぞ。ささ大技いけるよ。こんがりやるよ。いっちょあがりーん。頑張っちゃうから。いくよそこ。開けていい？開けていいの？開けていい？開けていいの？おととい来い。はっ。労働の時間だ。手当ては弾んでもらうぜ。霊玉全開。本気出していい？ビリビリするかも。どうだ。いっぱい稼いで今夜は豪遊。尋常にだっけ？ずらっ！いっぱい溜まった。こんがり焼けよ。が力。今ここに試さん。望むところですわ。ああ、乗り越えてみせる。このまま勝ちましょう。さらに本気出していい？仕掛けるよ。堅牢なる守りよ。待てこまれよ。押し込んでやばい。ズラッうんこれ使うよ。助かる。おしとの具合が悪そうだ。おいでなさい。地位が大変なことになってる。助けるものか。おとなしい。備えあれば。ありがとうございます。おお。マジやばい。おやすみ。おとなしい。見かけろ。無理すんな、三日月。ザッ。うん。三日月、決まれよ。湧き上がる活力よ。ありがとう。悪いな。地位の具合が悪そうだ。使ってみる。感謝いたしますわ。体が焼けつく。おとなしい。地位が大変なことになってる。驚け！ありねえ！畳みかけろ！解き放つ！地位が倒れてる！しっかりな！やられっぱなしじゃないから！地位！無茶すんな！せいや！一丁やるかね。どれにしようかなと。お見舞いだ。おっと、手当は運んでもらうぜ。無茶すんな。ほら。これでまたやれる。よし、畳みかけろ。遅れは取りませんわ。地位が倒れてる。しっかりなさいまし。私、刺激してた。ビリビリするかも。ふらするよ。湧き上がる活力よ。さすが。最新よっかれ。はは。いいんだよね。第二の書。英知は天気毒、貪欲はいさかいのえな、新しき者堕落せり。騒乱の夜来たりて、楽土に平安なく、欲やは焦土となら。欲深き者をおごりて、すべての英知を欲し、禁忌に触れん。やっぱ、前の碑文と話がつながってるな。英知は天気毒、貪欲はいさかいの。知識をめぐって争いが起こったということか。わかるよ。私も欲しい食べ物とか我慢できないもん。シューニャちゃん、小生もわかりますわ。貴様ら。にしても禁忌とは一体何のことだ。随分不穏な感じになってきたな。まさか。宗近？いえ、きっと小生の思い過ごしですわ。この感じだと強欲な者が神の怒りに触れたってことかね。やはりこの続きもまだありそうだな。とりあえず正常のもとへ戻ろう。にゃにゃーん。にゃー。うんうん。なあ。何か聞こえないか？門の中からとかか？いや、まさか。ほれ見ろ。気のせいじゃないか。金だ！金を鳴らせ！何事である？都会です。見柱の門が破られました。何？バカな。星の見柱を越えてきたというのか。どうやって？このような夜半にお呼び立てして申し訳ありません。いえ、支障ございません。我が君、リコトマ様がお見えになりました。正常、お呼びによりまかり越しました。うん。かような承知、下級な剣と察すれば。都会である。それはまことでありましょうか。出雲には村雨殿がおられるはずでは。出雲からの知らせも途絶えております。もしやパシパ、カラスが落ちたこととつながりが。詳しいことはわからぬが、このようなことは初めてである。村雨がおるゆえ大事はないと思うが、そなたには明朝出雲へと向かってもらうぞ。情報が入り次第、追ってほのかから知らせよ。はっ。こたびの件、不穏な影を感じる。リコトマよ、汝の力の解放を許可する。きよい、このリコトマ、大和の剣となり、降りかかる厄災を払ってまいりましょうぞ。以上、何卒よろしくお願いいたします。異彩、承知つかまつった。ご分を。今のはほのか様。来るか。師匠、何かあったのですか？うん、勅命である。しばらくの間、帝都を離れる。勅命？それを。何があったんだ？だが、勅命である以上、これ以上聞くわけにはいかないか。おお、リコトマのおじちゃん、かっこいいだろう。その一言がなけりゃな。ってみてもいい？こらシューニャ、構わぬよ。減るものではないからな。それよりも気をつけろ、噛みつかれるかもしれんぞ。冗談だ、触ってみるか？うん。おじちゃん。うん。ダメ。行っちゃう。そうか。分かっちまったのか。気にするな。これがアクルトゥルカの定めだ。奴らには内緒だぞ。それはそうと、お前ら試練は無事終えたのか？もちろんですわ。そうか。ならしばらく休め。あと、俺からのお祝いだ。ユーリ、今晩こいつらに一番いい酒を振る舞ってやってくれ。はい、かしこまりました。一番いい酒？本当ですか？お、今日はやけに太っ腹だな、旦那。では、遠慮なくいただくとしますか。お前は少し遠慮しろ、ハル。シューニャ？じゃあな、留守は任せたぜ。はい、行ってらっしゃいませ、親方様。おはよう、シューニャ。オストル。なんだ？目の下にクマができてるぞ。どこか具合でも悪いのか？ピコトマのおじちゃん、どこに行ったかわかる？ん？帝都を離れるとはおっしゃっていたが、何か気になることでもあるのか？あのね。聖女、突然の申し入れ、ヒラにご容赦いただきたく。構わぬ。リコトマのことであるな。はい。師匠、リコトマ様は、今、イズコに。そなたたちであれば話しても構わぬか。出雲が落ちたやもしれぬ。星の御柱の門が破られたのだ。バストル、出雲が都会？おいおい、あのむちゃくちゃな橋を渡るとかどうやったんだ？そんな。母上様はご無事なのですか？連絡が途絶え、詳しいことは分かっておりません。こうしてはおられませんわ。小生は出雲に向かいます。落ち着け宗近、正常の御前だぞ。よい、子が親の心配をするのは当然のこと。じっとしていられないのもわかりますが、すでにディコトマ様が出雲に向かわれております。そうか。師匠が向かったのなら安心だ。違うの、三日月。うまく言えないけど、何か悪いことが起こる気がするんだ。シューニャの訴えは半信半疑だったが、出雲の件で師匠が向かったとするなら、あの話も真実味を帯びてくる。成城、恐れ多くも進言いたします。申してみよ。は、恐悦至極に星の御柱を越え門を破れるほどの力を持つ者となれば相当な手だれでありましょう。それがしに心当たりがあります。その者、アーバシュランで対峙したマヤカウアと名乗る男やもしれませぬ。ディコトマ様のもとで鍛錬を積ませていただいたからこそ、あの者の強さがわかるのです。もしあの者であるならば、いかにディコトマ様といえど苦戦を強いられるかと、かの者の戦い方を知るそれがしらが行けば幾幕家の役に立てるかと思う所存です。何とぞ我々にディコトマ様の補佐として出雲救護の任を賜りたく。オシュトル殿、聖女、お願いいたします。私からもお願いします。村様のお姉さんとディコトマのおじちゃんが心配なの。オシュトルの言っていた、それほどのものなのか。そなたの言い分にも一理あるが、ほのか。はい。ディコトマ様と村雨様がおられれば、よほどのことでもない限り、遅れを取るということはないかと。ただし、あのような能力を持つ者が一人であれば、ですが。力を持つ者が他にもおるやもしれぬと。十分に考えられます。こたびの件、世はいささか軽んじておったやもしれぬ。そうであるが、そなたらも順調にカラスの試練を越え、死の補佐をするに不足はなかろう。では。そなたたちに出雲救護の任を命ずる。どうして良い男になったではないか。まっすぐであやつによく似ておる。初めから行かせるおつもりだったのではありませんか。さて、どうか。確かにオシュトルの言う通り気がかりではあるが、ディコトマであれば万が一もあるまい。だがこたびの件、何か見落としている気がする。いらっしゃい。いろいろあるぜ。これかい？他にもあるかい？これかい？毎度あり。間違いないか。はいよ。いいんだな。はいよ。いいのかい？毎度あり。また来てください。行くぞ。しとる。あれ出雲の里が燃えている。うろたえるな。すでに師匠がついているはずだ。リコトマの旦那のことだ。全て片付けちまってるかもな。そうですわね。リコトマ様ならば。とにかく急ぐぞ。まさかあれはガウンジ。出雲にガウンジなんて。ほうけてる場合か。助けに行くぞ。おうよ。宗近、どうしたの？宗近、そなたたちは下がれ。ここは小生に任せよ。そこをどけ。我はなる神なり。凍えろ。本気出していい？ビリビリするかも。ずらっ！大技いけるよ。こんがりやるよ。地位がよろめいてる。ザッヌン地位大丈夫か。ゼア地位大丈夫か。いやしょ。これでまたやれる。ちょっと待って。おしとの具合が悪そうだ。我はなる神なり。おしとの具合が悪そうだ。おいでなさい。名曲全開。しびれるよ。使うぞ。おしとるの具合が悪そうだ。さらジェストの具合が悪そうだ。荒木だ。よし、畳みかけろ。ここからがお楽しみだ。ジェストがやばい。それ使うぞ。悪そうだ。使うぞ。助かりましたわ。ジェスが大変だ。小生の策ですわ。モンストロがやばい。働かざる者なんとかってな。どれにしようかなと。それよ。おいほい、ここ片付けるぜ。とまあこんな具合なわけだ。強くなったかも。宗近様、お戻りになられましたか。みんな無事ですの。戦況の報告を。はい、報告します。いや、それよりも急ぎ親方様のところへ。母上様に何がありましたの。それはとにかくこちらへ。想像し、静かにせぬか。母上様。村雨のお姉さん、大丈夫？痛くないの？大丈夫なものか！どこがどう見たら大丈夫に見える！ごめんな。小生は情けない。この程度で取り乱すとは。日頃淑女とほざいていたが、それが貴様の言う淑女か。ですがそのお怪我、それでは。おいで、シューニャ殿。優しい子だ。気にする必要はない。小生はもののふ。この程度は日常茶飯事。何、少々不覚を取ったまでのこと。でも。村雨様がそうおっしゃっているんだ。これ以上は帰って。宗近。はい。シューニャ、怒鳴ったりしてすまん。ごめんなさいですわ。なんか変なの。そうですわね。食べるのはそのくらいでいいだろう。ここには師匠が駆けつけているはず。なのにこの様はどういうことだ。村雨様、あなたほどのもののふがこのような遅れを取るなど。何があったんです。リコトマ様はいずこに。都会の件、聞いていよう。本来ならば、アーバシュランの民が星の見柱を渡ることなど不可能。だがそれをガウンジを盾にし、橋を渡ってきたのだ。文字通り、幾多の屍を乗り越えてな。花からガウンジは肉壁として使い捨てだったってことか。それにしても、村雨様にこれほどの傷を負わせるなど。あやつらの中に報告にあった黒き仮面の者がいた。そうだ。おそらくはかの者が貴公らと因縁のある。まやかうはあの者が母上様を。確かにかの者は尋常ならざる強さですわ。ですがアクルトゥルカに、特に守りを得意とする母上様に手傷を負わせるなど。いや、一つだけ我らアクルトゥルカにたやすく手傷を負わせられる存在がある。それは同じアクルトゥルカだ。赤だ。アクルカは正常から賜る神聖なもの。それが誰とも知れぬものになどありえぬ。あやつが何者なのか、あれがアクルカなのか、小生にはわからぬ。だがな、感じるのだ。アクルトゥルカ同士が感じる何かを。状況は理解したが、それで師匠はどこに？ディコトマ殿は一人あの場に残った。小生らを下がらせ、何人たりとも出雲の外に出すなと。手負いの小生ではもはや足手まとい。奴らを出雲の外に出さぬためにここに陣を張ったのだ。では師匠はまだ中に？そうだ。おっしゃる。ああ、村雨様、俺たちを出雲の中へ。行って何とする。アクルトゥルカの戦い、まだ未熟な貴公らが行っても邪魔となるだけ。行っても止められぬか。いいな、もとよりあの時止められたか。シューニャは？私も行く。今度はちゃんとオシトルを守るから、絶対に守るから。あ、そうだな。行こう。一緒にならば絶対に俺たちから離れるな。うん。宗近、これを持っていくといい。これは小生にはもう必要ないものだ。ですがこれは。正常にお返しするべきであろうが、そなたであればお許しくださるだろう。ですがこれを使えとは言わぬ。お守りとして持っていきなさい。母上様、ありがたく頂戴いたします。これにそなたのことを誇りに思っている。はいはい。いいのか、残らなくても。見くびらないでくれませんこと。小生は宗近、出雲大主村雨が娘、宗近ですな。ふん、好きにさせろ。ふぬけたまま足手まといになるなら容赦なく捨ておくまでだ。変なの。そんなこと言ってあんなに心配そうにしてたのに。言ってやるな。いつだって素直になれない、それが男の子ってもんさ。ふーん。何を言う。誰が心配なさするか。あ、本当だ。貴様も納得するな。戦場の風がアクルトゥルカに近しきもの。にわかには信じられんが、同時に納得もさせられた。だがそれが何者だろうと師匠が遅れを取るとは思えん。ならば俺たちは梅雨払いだ。師匠を見つけて雑魚を一掃する。おうよ。もろいこれがサーバのつわものか。奴のようなビラータがいるんじゃなかったのか。これじゃ期待してた俺がバカみてえじゃねえか。でてめえらは楽しませてくれるんだろうな。ガキどもじゃねえか。チッ、誰も近づけさせるなと言いつけてたのによ。たくおいガキども、ここは女子供が来るところじゃねえ。さっさと引っ込んでな。あ？誰がガキだ。もういっぺん言ってみろ。やっぱガキじゃねえか。図星疲れただけでキャンキャンと吠えるのをガキと呼ばずに何と呼ぶ。てめえ、そこをどいてもらおう。俺たちはその先に行かないとならないんでな。やめときな。生きがりたい年頃なのはわかるが、行ったらやけどじゃ済まないぜ。何よりもここからは誰も通すなと言われてるんだな。無理にでも通させてもらうから。今度こそ絶対あいつから父様のこと聞き出すんだ。お前、いや気のせいか。しかし似てるな。何をジロジロと見つめていますの？乙女に向ける視線ではなくてよ。おお、悪いな。ちょいと知ってるのに似ていたもんだな。それよりもおめえ、俺たちを出迎えてくれた女に似ているな。ありゃあいい女だった。あの女のおかげで命からがら橋を渡ってきた連中の大半が潰されちまったくらいだ。尋ねたい。母上様にあの手傷を負わせたのは貴様ですな。おお、母親とはな。まだ青臭いがなかなかにいい女だと思えば道理でな。残念ながら違うぜ。俺が相手をしたかったんだが振られちまった。そうですな。ならばそこをどいていただけませんこと。その先に用事がありますな。ここを通る気満々か。せっかく見逃すと言ってやってんだが、殺さないよう手加減するのは骨が折れるんだがな。通していただきますわ。助けるものか。上タイム見せつけてやるか。ほらよ。盛り上がっていくぜ。俺のターンだ。そらよ。聞いている。やっぱ手加減は難しいわ。願おう。では霊力全開。仕掛けるね。あきだ。凍えろ。力を込めて。では、いいね。しびれるよ。お相手願おう。最新よ。こっちまいる。敵さん緩めてる。G がよろめいてる。ザッ、うん、早いな。奮起する時だ。使ってみる。これでまたやれる。では参ろう。吐き気がする。本気ってやつだな。ここが正念場。じい、しっかりしろ。しっかりな。まずほら感謝する。やばくないか。癒して力を込めて。でははっ三日月が大変だ。俺が守る。とんだ筋肉バカだったな。この程度では足りん。どうだ、これでもまだざれ言をほざけるか。いい拳だ。そうだ、これだこれだ、これでなくっちゃな。訂正するぜ。あの女は正真正銘いい女だったな。そうだ、分かればいい。そしててめえもその血を継ぐだけのことはある。まだまだ葵がいい女になるぜな。宗近だったな。俺はバルガだ。俺の年頃になれ。んてめえに惚れたってことだ。俺の女になれって言ってんだよ。何を言っている。ふざけているのか。女ってのは命をかけて口説くもんだ。ふざけてるように見えるのかい。黙れ。こっちの方も振られちまった。まだまだガキンチョみてえだし仕方がねえか。いや違うな。あー違う、悪かった。ガキと言ったことは謝るぜ。葵がてめえらも十分に素質はありそうだ。合格ってことにしといてやろう。ならこいつは洗礼だ。一発のビラータとして鍛えてやんねえとな。何を遊んでいるのです。いいところで邪魔しやがって。てめえ、どこでサボってやがった。すまないね、マヤカウア様の命によりちょっとだけ席を外させてもらったんだ。俺たちが従うべきはシャントゥーラ様の御言葉。何故奴のために動く必要がある。次第によってはただじゃおかねえぞ。そんなに怒らないでくれないか。これはシャントゥーラ様もご承知のことなんだから。俺は聞いてねえな。それは仕方ないさ。君に言っても意味のないことだからね。てめえ。やあ、君たちお久しぶりだね。元気してたかい。誰だ貴様。ああ、ごめんごめん。君たちのことはよく知っているからね。つい友人のつもりになってたよ。はじめましてだね。私はナラクファラ。好物は甘いもの、鮮やかな張り小細工に万華鏡、キラキラした宝石なんかも大好きだ。趣味はお友達を作ることと遊んであげること、そして占いさ。君たちのことも占いであらかじめ知っていたのさ。なんだこの鬱陶しいのは。男が出る。ベラベラとさえずるんじゃねえ。おや、占いなどうさんくさいと言ってないのかい。私ほどになれば相手の過去や未来、秘めた心の奥底まで見えるというもの。君たち以上に君たちのことを知っていると言っても過言ではないのさ。危ないじゃないか。これだから田舎者は情緒がなくていけない。しゃしゃり出てきやがったのはてめえがベラベラとくっちゃべるためか。君だってベラベラと口説いていたくせに。それはそうと、マヤカウア様から言づてだよ。宴は終わりを迎える。故に下がれとね。俺に言っただろ。これはシャントゥーラ様もご承知済み。いわばあのお方の命なんだ。うんうん、納得してもらえて何よりだよ。では諸君、名残惜しいけど私たちはこれで失礼するよ。次に会った時はいろいろと占ってあげよう。楽しみにしていてくれたまえ。何、すぐに会えるさ。そういう毛が出たからね。女を磨け胸近。てめえはもっといい女になる。ちょっとなんだったですの。さあな、知ったことか。ねえ、あの人たちを追わなくていいの。いろいろ知ってるみたいだし、あいつらとっ捕まえるべきだぞ。無理に追わない方がいいだろう。罠かもしれない。それよりも先にディコトマ様を探さなくては。宴は終わりを迎える。何か胸騒ぎがする。いらっしゃい。新品だぜ。いいんだな。ありがとな。いいのかい？ありがとな。これかい？他にもあるかい？これかい？あいよ！また来てください。入りようです。準備は怠りなく。お声がけ待ってます。うるせえな。ゲロのような匂いがプンプンしやがる。出てきな。さもなくばぶった切る。いや、さっきぶりだね。言ったじゃないか。近いうちすぐに会える毛が出たと。さすがは私の占い、見事に的中だよ。こいつ自分で来ておいて何言ってんだ。ここで再会したのも何かの縁。約束通り諸君らを占ってあげるよ。邪魔だ。どいてもらおう。まあそう言わずに、うん、どれどれ。構わん、切れ、押しとる。ほほう、これは皆さん、面白い層をしているね。人の話を全く聞いちゃいない。おお、君は。名前はオシュトル。裏切りの血脈のそうだね。どうやら君は将来天下の裏切り者へと大成するようだよ。それともご両親に主君を裏切るほどの不忠者がいるかなのだけど、あてどっちだろうね。何？いや、君はシューニャだね。これは滑稽。人形風情が家族ごっこだなんて。人形？人形はどんなに頑張ったって作り物に過ぎない空っぽな器。なのに本当の居場所を抜け出して家族を手に入れたつもりかい？今度も捨てられないといいけど、もしかすると君から捨てるかもね。違う。私は人形なんかじゃ。ふざけたことを。シューニャは人形などではありませんわ。小生たちの大切な仲間。君は確か、そうそう、胸チラ。戦場的な名だね。誰が胸チカだ。ああ、失礼。どうでもいいことなので全然気にしていなかったよ。うん、君は大変な努力家だね。目標に向かい邁進し、日々努力をしている。だが知ってるかい？穏美大火庵は君のようなものを敬意を込めてこう呼んだそうだよ。ぬこかぶりとね。小生、かわいい乙女になりたいですわ。無駄な努力だから諦めたまえ。化けの皮、あ、いや、婿はすぐ剥がれるもの。諦めが肝心だよ。うっとうしい。行くぞ。時間を無駄にした。おい三日月。あ？おやおや、人の話も聞かずにいきなり切りかかるとは。ましてやうちの粗骨者ですら同胞を切り捨てる真似などしないというに。ああ、なんともむごい。ああ、なんとも嘆かわしい。君の妹もそうやって殺したのかい？妹殺しくん。てめえ、なんつった。そうやって妹を殺したのかと聞いたのだけど。ほほう、的中のようだね。さすがは私の占い。自分の才能に敬意すら覚えるよ。てめえ！いやいや、待ちたまえ。どうして怒るのかね。私たちは友達だよ。君の望みを叶えてあげたいんだ。妹に会いたくはないかい？うん、聞こえなかったのかな。妹に会いたくないかと言ったんだよ。君さえよければ妹に会わせてあげようじゃないか。なーに、礼はいらないよ。友達だからね。三日月、てめえはもう喋るな。その腐った顔ごと叩き潰してやる。永遠に黙れよ。ああ、友達の願いを叶える。なんと心地がいいんだろうね。バカな。ありえん。ありえん。暗いよ。寒いよ。どこなの？みらい。暗いよ。寒いよ。痛いよ。助けて。助けて。兄様。そうだ、兄ちゃんだ。助けて、兄様。寒いよ。痛いよ。待ってろ、すぐに助けてやる。ちっ。てめえ！何のつもりだ！それはこっちのセリフだ。何をしている。そいつから離れろ。どうしちゃったの？妹が、妹に何をしやがる。妹？あなた何を言ってますの？目を覚ませ三日月。それのどこが妹だ。兄様、助けて。兄様、助けて。ふざけるな。妹は、未来は生きていた。生き返ったんだ。生き返ったんだ。生きていたんだ。三日月。おい、なんかやべえ感じになってるぞ。まさか貴様、三日月に何をした。何をしたとは心外。友達の願いを叶えてあげたのだよ。妹に合わせた心遣い、感謝されてもいいくらいさ。兄様、うまそう。兄様、食べたい。ああ、兄ちゃんが守ってやる。今度こそ絶対に守ってやるからな。ほら、見たまえ。なんと美しい兄弟愛か。貴様！許せない。家族の思い出をめちゃめちゃにするなんて、この人敵だ。やっちゃおうオシュトル。狙うのはあの男と獣だ。あのバカの目を覚まさせる。まったく世話を焼かせますわね。でも心をもてあそぶゲスめ、貴様にかける慈悲はない。嘆かわしい。真心がわからないとは友達がいのない子たちだね。許さん。入ってば守るだ。今度こそ。少しの間きついかもよ。大技いけるよ。仕掛けるね。いらっしゃいな。ちょっとうわっ、よくない？これが欲しいの。あった、これ助かりましたわ。守るだ。今度こそ。ちょっと鉄壁な守り。喜んでくれるかい？胸近。備えあれば。感謝ね。未来。やめろ。やめてくれ、頼む。なあ、三日月。死人は生き返らない。お前さんたちが怨美大海岸と呼ぶ存在すら死人をよみがえらすことはできなかったぞ。だがこれは未来だ。未来なんだ。守るだ。今度こそ。少し離れてくれるかな。ここはなしだよ。そこだね。字は熟したのか。耐えろ、チー。壊れないでいてくれたまえ。無理すんな、チー。湧き上がる活力よ。わーい。だよ。少々遊びすぎたかな。やめろ。お楽しみの時間ぐらい。本気出していい？そこか。君に送ろう。やりましたわね。耐えろ、チー。これの出番だな。感謝いたしますわ。少し離れてくれるかな。 やめろ。少し離れてくれるかな。守りを固めておくか。少しの間きついおやすみ。じい、見とけよ。ほいほいっと片付けるぜ。お見舞いだ。ひどいことするな。いやらしい手を使うもんだ。ぐんぐん伸びるよ。おお、愛し合う兄弟が引き裂かれるとは何たる悲劇。善とある若者に悲劇は似合わない。さあ、贈り物を受け取ってくれたまえ。未来ではおじゃま虫は去るとするよ。なーに、礼はいらないよ。私たちは友達だからね。嫉妬。未来。兄様、また私を見捨てた。違う、これはあの時のようにまた私を見捨てた。見殺しに見殺し殺した。私を殺した。違う。違う。俺は。待ってくれ。未来。未来。三日月。しっかり三日月。どうしちゃったの？三日月！いい加減目を覚ませ！ず、目何し？俺は。何を。やっと正気に戻りましたのね。お前さん惑わされてたんだな。どうやったかは知らないが幻を信じ込まされてたのさ。幻。待て、未来。未来はよくも未来を。待て、どこへ行く。決まってるだろうが、あのクソ虫殺す。ぶっ殺す。ダメ。離せ、邪魔をするな。でもその子って三日月の大切な家族なんだよね。なあ三日月、もう一度あれが出てきたとしてその妹さんを切れるのか。何を言ってやがる。ためらいましたわね。それが答えですわ。それが偽物だと分かっていても切れるのか。いや、偽物と断定できるのか。本物の妹だとしても迷わず切れるんだな。三日月、俺たちにはすべきことがあるはずだ。それでも行くというのならもう止めん。好きにしろ。くそったれがー。くそか、くそがー、くそがー。三日月。気が済んだか。ああ、見苦しい真似をさらした。構わんさ、気にするな。そんなことよりもいけるな。おうよ。まったく本当に世話の焼けますこと。ねえ大丈夫なの？おう、さっきは悪かったな。でも顔色すごく悪いよ。ほっといてやんな。そういう時男ってのは触れてほしくないもんなのさ。